ちゃん見てマジって感じだすごいカリちゃん見てやばい本気だすごい、はい、今日はですね高校生の時の友達と海外で遊ぶよっていうね一日遊ぶよって動画撮っていきます、皆さん見てってくださいえすごいすごい中華街です今日楽しんで撮っていきましょう、うん、イエーイみーちゃんイエーイみーちゃんみーちゃんみーふーふーふーいいねみっちゃんえやばいあすごいうんあそうやで、うん、すごいあえちょっとドキドキするんやけど広角広角さすがやな分かってるなお前歯しか映ってないやろタジル映らんでいいえ後で映るわまだまだいいわまだ、うん、見てくださいこのエレベーターの長さ確かにね力いってもう下見るあっちまでありますからねいいねいやいちご飴。飾りあれもそう。みゆさん、Vlog 系撮ったことないからさ、初めてやねん。あ、ほんまに。やった、嬉しい。よだれ出るわ。来たな。ここ。すごっ。え、これが中華街そう。え、すごい。え、いけいけいけ。あ、やばいやばい、見て。みゆ、やばいやばい、これ。あ、いいね。ええ感じや。わぁ、あんたやっぱり中華やな。ありがとう。こんな初めて、私。こんな初めて見たんやけど。すごいな。え、すごいよな。中華街でーす。さじりと2年か3年ぶりぐらいの再会でーす。何か全部がうまそう何食べたん何食べたんもうちょっとこっちあそうなあでもここら辺とかいいやんいいやんいいやんはじりミューよりしっかりしてんだよ YouTuber すごいっしょ、うん、ちょっと意識、うん一応ね、ミューよりどんなうまいの絶対熱いよな熱そうあうまそうでも赤いやんおいしい、うん、うまいうまいうまいやばいやばいこれちょっと出てもだからちゃうのに来ちゃろうはいいただきますうまい、うん、うまい、うん、最高、うん、ね、ね、ね、標準ぐらいね、あがってそれ、あそれタジリ左利きやん、え、な右利きだけ、右やな、怖、え、タジリ左利きじゃなかったっけ、右やし、まあもちろん入った、すいません、あ、ここ、あ、すいません、行きましょうか、あ、どうもありがとうございました、どうもです、どうぞどうぞ、サンキュー、サンキュー、サンキュー、ウェルカム。You're welcome. You're 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 welcome.申し訳ない。ええ、カバン、ええ、カバン、後で水で拭こう。ごめん、ごめん、こんな食べたら知らんくて。申し訳ない。普通のなんかペットボトルの方がいいかも。それはそう。パジリ、ちょっと標準が入ってるかも。あ、ごめん。あ、悪い。あ、待って、自販機ある、自販機ある。ちょっと自販機する。自販機する。自販機がいい。自販機がいい。こ、う、れ、ん、の味がいい。何でもいいよ。自動販売機めっちゃあるよ。ね、何にする？何の何がいい？パジリが。え、な何でもいいよ。じゃあ、豆腐あげるわ。うん。生茶か天然水か。うん麦茶、カリオクちゃん全部やな全部やわ全部だよえ、何でもいい選びなさいえぇ、ー、タジリ
てそんな優柔不断やったっけ。でもめちゃくちゃ優柔不断やで。初めてめっちゃ決めそうやったイメージだけど。全然決めてないんですけど。じゃんけんで決めようよ。7が勝ったら緑茶で。嘘やろ。決めてほしいよ。優柔不断2人揃ったらダメやんけ。よう中華街って決まったわ今日。でも中華街は言われてこう行きたかった。あんまり良かった。こちらの、ありがとうございます。めちゃめちゃ。え、閉じる1個食べようよ。え、いいよ。あ、ありがとうございます。え、2回目です。また違うの食えよな。食うの好きやから。やった、いただきます。うまそう。うまいな。違う、ね、あ、違う、あ、違う、え、でもこっちしかうまそう。どう、熱い、うん、はい、うん、ハフハフ言ってる。うん、美味しい。あんまり美味しくないってこと。うん、熱すぎて、熱い、うん。アプル食べやっ、仲良くない、カメラワークうまい、カメラワークうまい、いい、おもろいわやっぱり。ありがとう。てかマジ和歌山帰ってきた時すぐサックと早く遊ぶよ。サックガチ会いたがってたよ。え、なの、いや、サックより多分なのの方が会いたいけど、ずっとサックに行くの、ずっとその時でやんもん。ずっとこの日暇でって言ったら、ちょっとさっきとさ、田尻って2人で温泉とか行っちゃうの、うん、ずっと温泉行っちゃう。ちょっともう一回、いやもうちょっと嫌になってきちゃった。あとね、まとめてくる、うんうんうん、でももう行きたい、うん、座ってたよ、うん、座ってた。この時間がいいよな、わかる。やっぱ田舎方やからな。座ってたよ、そう、人温泉でちょっと無理だよ。わかる。でもやばいな、みほんまに田尻とみゆこの活動して会ったの初めてなんだ。初めてし、2人で遊ぶ初めて。え、それこそ、でも別にな、あ、そうだ、遊ぶ、そう、あ、そう。え、懐かしい、だって2人ローラスケットも知ってたよね、やばいよな、おもろいよな。おっきい、あ、美味しい。ちょっと冷たいじゃん。うん。え、なんだ、吹いてる、なんだ、吹いてる。みゆだけ、吹いてる。そう、まとめただけ、ゴミかと思ったからな。話題は高校のことについてやろ、メイクやろ。そう、マジで落ち着いた。え、だからさ、ミュウがさ、うん、なんかあの TikTok のさ、うん、トゥ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 、え、あれやばいよな。あれでさ、眉毛の、うん、赤抜けたよな。え、うん、マジで赤抜けた。メイク時間どうなん今。え、でもこっちしか早くはやろ、うん、だってあの時2時間かかるって言ってなかった。え、言ってそう、あれ1時間半とかめっちゃかかったよな。だって口紅にもさ、なんか筆がなんちゃらかかった。え、でも今でも筆いるだよ、筆使う。ああ今でもすごいって言われるけどさ、全然すごくないよな。え、確かに。でも今見たらめっちゃナチュラルメイクに見えるの。これがナチュラルメイクです。嘘てな、これガチナチュラル。あ、ミユです。YouTube 見てます。ありがとうございます。声かけようと思ってメイク直ししてから行きました。あ、やったメイクなんですけど、メイク直しメイク直しメイク直ししてきてくれたの。そうなんです。ありがとうございます。これで撮りませんでしたね。すごいみっちゃん天才。タイマーできます。あ、すごい、ナイス、ナイス、ナイス。シャッターの発想やな、あれ。すごいな、ミュウ。いや、すみません。え、これ、田尻にこれだった初ちゃう。え、初めて。え、てか、だってさ、眉毛だったもん。え、初やんな。だけどさ、ミュウがさ、すごい状態しか知らんよな。あ、そうそうそう、眉毛濃いな。そうな、すごい、すごい時しか知らんっしょ。そう、そういう時から知らんから、うん、なんかね、落ち着いたっしょ。うん、薄いっしょ。うん。てか、眉毛ない方がいいんじゃない。え、そうやで。眉毛抜けて、なんか抜けて、そって赤抜けた。眉毛ここまであったよ。え、これはだってだよ、ほんまに。長い眉毛やったもん。撮ったらめちゃくちゃ短い。やばい。カットしよう。カットしよう。カットしよう。そんなことない。さすがにカット。そんなことない。こっから全部カットないけど。結構ガチで。ミユにしかないから。自信持って。自信持ってない。自信持って頑張って。自信持ってやったらいいですか。はい、めっちゃいいことやってくれた。ありがとう。あの、編集しながら感動してくわ、一人で。でも、マリ、ミユは見えないから、マリ、キリさんあかんの。
頑張る。そう。とりあえずまっすぐ向いて。占いコーナー。占いされてるんで。占い。見て。もうとりあえず。あ、頑張ったら。あ、じゃあ行けますか。大丈夫。ビッグなりますか。ビッグもうビッグ。いやまだまだですか。ビッグやから。で、そうです。行けますか。大丈夫。行けますか。本当にすごい。自分のペースで頑張りましょう。そう、他人も無視するよ。あ、はい、あ、自分は自分、他人は他人、だから気にしたら自分だってこの3年後こうなってると思わんかったもんな。田尻やろ、うん、自分もやし、あ、見えもな、わかるわかる、それはそう、ガチでな。3時間、え、2時間ぐらい座ってる。2時間ぐらい、え、ガチ座ってるよな。うわ、懐かしい、なんかこのストーリーまだ残ってんでハイライトにあんで、ガチで、うん、高校以来で、え、そうそう、こんなやってたよな。やってた。お母さん、トイレ、お母さん、トイレ、ちょっと伸ばして、で、で、足りひんところも、うん、で、伸ばして、え、ずっとその筆、うん、すごいちょっと汚いかもな頼むから洗浄して、うん、それは、そういうのあんま気にしない。潔癖やけど、自分のものはいける。え、いける。あ、だから、わかる。わかる。これは、ティッシュ。ティッシュ上で巻きます。ほんでもう、潔癖とか言う割に、こうやって巻いて、ほんでこのまま直で、こんな感じで巻きます。え、そのティッシュはさすがに書いてる。え、これは毎回書いてる。うん、気持ちあるわね。で、どこに突っ込んだ。やめて。どこに突っ込んだやろ。そっから突っ込んだやろ。でもどっか撮影したいな。え、こことか言うない？ちょっと待って、すごない？いいよ見よ。え、どこが中華街っぽい？うん、0.5、ちょっと遠い感じ。うん。え、いいよ、え、きな。0.5、0.5、1111。0.5、0.5。うまい。0.5、あ、いい。0.5。0.5 の方がいいかな。いいアップ。画面アップ。今画面アップ。Thank you. これはプリウスの30やと思うよ。形な。じゃあそんな詳しくないんやけど、似てるって言われるから詳しくなって思う。ほんで、これ多分30で、ミュー似てるのは50やねん。だから、これにもう一個線なかったからね。あの、ライトの下に線が。じゃないと、ここの下のライトが再現できるから。あれは違う。だからどこに行くって。ね。それ使ってや、その顔。使うよ。じゃあ歩くの疲れるな。ああ、確かにな。長いからな。ヒールやしな、しかもミュー。ミュー、バリ高いの履いてんの。だって身長さ、全然違うもん。やろ？うん。未来でいきます。よいしょ。よいしょ。港未来。港未来。港未来に行きます。あっちら辺に見えてくると思います。よいしょ。よいしょ。すごいぜ。見てあっちとかめっちゃ高いもん。ビル。あ、あそこら辺でも港未来。やば。もうやん。そうで。見てください。レクサスのタクシーです。すごくないですか。え、あんなんてさ、レクサスでもさ、値段一緒なのかな。え、多分一緒やね。レクサスでも同じタクシー料。そう。タクシー。じゃあレクサスのみたいな。もう。誰やったらな。見て。観覧車。抜け殻。抜け殻。抜け殻。ありがとう。ちょっとあれ小籠包食べ過ぎた。なもうゆるいね。これ見覚えてる見る。これここカツカツだよね。するよ。My God, it's so beautiful. It's so beautiful. Oh my God. Wow. うわいい天気。超いい天気。横浜ブルースや見てください横浜ですわぁえ、すごい見え、エモいわ初めて赤レンガ見たしそう、そこに赤レンガあるんですすごいってすごいよなほら、あそこクルセみたいななんか乗れるんでえ、すごいねすごい皆さん、今日は勝利始まりますよあーあいあお姉さん、どっから来られたんですか和歌山です和歌あ、私の出身ですあ、一緒ですイエーイすごい、あっプラスチックありがとうありがとうここはみなとみらいのスタバです本気で和歌山でおるときに走るぐらいどんなんなんて7がでも5分ぐらい本気は田舎走りしたら5分ぐらいすごいガチで綺麗やな、うん、しかも赤率多ないうんうわアップでも映えるわ綺麗うん綺麗綺麗超綺麗もっとこっちまずこっちうん全身映らんいいよ映らん
オッケーです。超寒い。寒ない？寒い。超寒いよけどほんまに東京で一人暮らしってほんまにすごい。だから東京で一人暮らししてますってだけでほんまに偉いからあんたやんなあかんのよ。三浦和歌山でおってもやむのに。やまんでいいで。あんたほんまやんだ時この動画見な、ね、無理やもんほんまに考えて。ガチで嫌だ。そんなアップいらんのよ。なんで今まで飛ばへんかったやろ。じゃあカバンで押さえてたから。あ、そういうことね。びっくりした。やっぱここ寒い。風すごいよな、うん、川沿いだからな。海な。やめて。海沿いな。海沿いやから。え、フラッシュいる。いらんしょ。めっちゃ犬人も映るちょっと映したバージョン。映したバージョン。ちょっと別にいらんしょ。別にいらんしょ。もうちょっとこっち行って。ちょ、もうちょっと、あもうちょっとしたら舐めるところやったけど、ちょっと今待って。あ、ちょっと上。あ、いいね。待ってて。でも1枚目いっちゃうまいわ。これ最強。これ最強。これ最強。普通に撮る。普通に撮る。フラッシュってどうやって撮ったの？ミュウさんの裏側ですよ、この撮影の。これでお願いします。お、さすが。お願いします。はい。歯出てるよ。クールなみーちゃんね。今赤やからさ、メイク立ってんだよな、化粧と。まあ、あんた映えるわ。奈良がこの写真欲しいぐらいやば。いいかいいか。ありがたいですね、何枚も。サングラスかけえや、かっこいいやから。あ、そう。うん。え、奥行ってるよ、ほら見て。イルミネーションと被ってんの。変化ない。変化ない。イルミネーションとワンコの首輪が被ってる。どうかしようよ。動くよ、あのイルミネーションが。こっち座る。あ、いい。うん、ちょっと待って、ちょっとジャケット着ていい？え、あ、ありがとう。うん、出てきた。寒いな、ほんで。え、だからご飯室内とかにする？もちろん、もちろん。ご飯は室内。もちろん。ごめんやけど、もちろん。観覧車の色とか興味、別にこだわりない。興味ない。こだわりない。こだわりない。あ、かわいい。え、どっちからしか好き？下からか上からか真ん中。どっちの方が漏れる？見え次第でいいよ。え、わからん。ちょっと、全部取ろう。いくで。はい。チーズいらん。はい、チーズいらん。はい、チーズいらん。はい、チーズいらんかも。オッケー。鏡出しましょうか。あ、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ある？ある、ある、ある。ごめんね。悪いよ。ちょっと悪いよ、ごめん。あんねんでんやけどよ。え、リップ塗らんでいい？塗っていい？塗っていい？ますます。寒いところでリップ塗るの苦手なの分かる？あ、分かるわ。分かる。分かるっしょ。分かるっしょ。今ね、鳥インフルエンザ流行ってるからママに鳥触ったらあかんじゃん。なんでやねん。鶏のものまねうまいよ。もう一回やるわ。もうちょっと声大きく出したいんけどさ、外でやるわ。外でやってくれる？すごい。ご飯だっけ？すごい。めっちゃでかい。すごいよ。え、でもな、肉と食いたいよな。な、そうだよ。そうだよな。置いとこな。いやさ、食べ放題よ。いっぱい食べれるからな。焼く人？マジで。焼く人。え、こんなん全部？え、ちょっと待って。超おしゃれやん。来たぞ、来たぞ。はい、来ました。いけよ。いただきます。うん、めっちゃうまい。食べて食べて。喋ったら、だって、あらもさ、こう、出るやん。出るやん。はい。出るやん。出るやん。出るやん。間違えてんだよ。おはんだ。言葉間違えてんだ。ごめんね。出るやん。出るやん。ね、ダジレって大阪の。これ撮ってるかよ。入場感あるんじゃない？やばい、もうお腹いっぱいやで、タジリビ。なあ、もうちょっとお腹いっぱいになってきた。ね、どっち？急にですよ。急に来ますよ、お姉さん。みゆちゃんの人生はどんな感じでしたか？なんで一時めっちゃくみゆちゃん見るから。わかんないし、気づいたら。ノリと直感ですよね。いや、周りがあったかいですよね、みゆの周りは。だから頑張れてますよね。サックとかな、マジでいい。いいよ、マジで。デザートはもうそろそろ頼まんとあかんじゃん。マジでいいの？ほら、あと22分。もう22分。もうすぐや。やばいな、時間、え、時間かけるの早い。早いな。マジでやばい。
ニコドリ、もしかしてニコドリ、もしかしてニコドリ食べるの。こんなでかいの初めて。すごい。え、鼻くそ閉じてる。ちょっと鼻くそ閉じてる。鼻くそ閉じてる。こんなんで大根。え、もしあんたじり、さすがにこれは興奮しやん。しない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 。あ、標準語。あ、でここがあるなんや。駅。お、駅駅。え、すごい。パック？三浦亮に言っといたで。仕事早いけど言ったよ。ありがとうな。バイバイ。ありがとう。またね。うん、頑張るわ。ありがとう。乗ったらあれやん、あんた。うん、バイバイ、ありがとう。はいって感じで今日も皆さん動画見てくださりどうもありがとうございました。こんな感じで初めて友達と遊んでる Vlog 初めて載せたんやけど、なんかミユってほんまに友達と遊んでる時間ほんまに好きやね。ほんでいつものミユに増して笑顔も超素敵やったと思うし、超楽しんでるミユをね皆様にお届けできたかなみたいな。なんかでみんな的にもこういう友達と遊んでる Vlog 見てて楽しかったかなと思うので、またね定期的にね載せていこうかなと思うんやけど、ほんまに動画見てくださっててもわかると思うんやけど、ほんまに超一日楽しかったし、でなんか和歌山の地元の友達が東京で再会してなんか遊んでる感じがもう超エモかったし、高校時代さほんまに三浦クソガキやったからさ、二人さ東京で再会してさ、えもう三浦考え方とかもうえめっちゃ大人やみたいな、もうめっちゃ成長してるやみたいな感じで、もうとりあえずもうほんまにこの一日がほんまに大人になったなっていうのと、東京で再会できたやん。ほんであの撮影で今回一週間東京おったんやけど、その間で遊べたからなんか余計さなんかもうなすごい楽しかった。でこの超楽しい一日を皆様にこうやって Vlog 見ていただけたのもう超幸せです。ありがとうございました。ほんじゃあって早速ね動画締めていきたいと思うんですけど、今日の動画が面白かったらよかったら参考になったらとかいろいろ思ったらぜひチャンネル登録とインスタグラムと TikTok のフォローもおばっちりぜひよろしくお願いいたします。ほんまに今日も皆さん動画見てくださりどうもありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。